3月上旬、静かり山に登りに行きました。広大な牧草地からのスタートです。静かり山は Google Earth で見つけた新しいツアーで、山頂まで1時間15分のお手軽な山ですが、山頂から素晴らしい絶景が見られます。中間地点に林道があります。小雪が降ってきました。尾根に沿って上がっていきます。雪が止んで晴れてきました。巨木の木を見つけました。雪山の奥に太平洋が見えてきました。誰も歩いていない綺麗な尾根を上がっていきます。青い海がとてもきれいです。320メートルの名もない低山ですが、山頂から太平洋の素晴らしい展望がありました。
青い太平洋がきれいです。海を見ながらお昼ご飯を食べました。静かり山から山スキーで滑ります。
3月上旬、スノーシューで静かり山に登りに行きました。雪の重みでゲートができています。トドマツの植林地を歩きます。このコースで一番大きな巨木の木です。巨木を過ぎると太平洋が見えてきました。右に長万部の海岸線が見えています。海に浮かぶ白い雲がきれいです。西側の斜面を降りていきます。ここは雪の状態が良ければ山スキーが楽しめそうです。
1月、2月は雪の日が多いニセコですが、その分、世界一と言われているパウダースノーを楽しめます。ニセコが雪の日は、太平洋側がよく晴れるので、1月から静かり山でスノーシューのツアーができます。アンビシャスの暖炉のある部屋の窓から撮影した羊蹄山の朝焼けのタイムラプス動画です。3月10日過ぎ、よく晴れた静かり山に山スキーに行きました。よく晴れて、朝に放射冷却して、気温が下がったので、木に霧氷ができて、輝いてとても綺麗です。いつもと違うアプローチから登っています。この山は私が見つけた超マイナーな山なので誰も歩いていません。山頂の手前の巨木の木に着きました。もう一つの巨木に着
きました。夏道はないので、冬しか見れない巨木です。巨木の木に葉が茂るとどんなに綺麗でしょう。新緑の季節に来てみたいです。坂を登っていくと太平洋が見えてきました。空よりも海の方が青いです。山頂に向かって登っていきます。山頂から素晴らしい絶景が広がります。4月上旬、新しいコースで静かり山に山スキーに行きました。沢は早くも雪が溶け始めています。東側からのルートでアプローチしました。こちらのルートは開けていて景色が良いです。尾根に上がっていきます。後ろに海が見えてきました。
素晴らしい絶景が広がります。静狩山に到着です。わずか320メートルの山とは思えない素晴らしい絶景の山です。山頂に着くと同時に曇ってきました。あんなに晴れていたのに強風が吹いて雪が降り出しました。一時は暗くなりましたが、すぐに晴れてきてよかったです。楽しみなダウンヒルの時間です。誰も滑っていない斜面を滑っていくのはとても気持ちが良いです。西側のルートより東側のルートの方が雪が軽くて滑りやすいです。山スキーのツアーならこちらの方が良さそうですね。320メートルの低山とは思えない絶景と山スキーも楽しめてお手軽な山ですがお得な山でした。雪山を登って青い海が目の前に飛び込んでくるのは何回登っても感動です。名もない隠れた名山を感じた最高の山旅でした。